はいどうも皆さん、四季島と申します。とけ、今回使っていく武器はこちら、ソ連軍の IS-1 重戦車の方に乗っていきたいと思います。はい、ソ連軍研究ツリー BR-5 の重戦車となっています。そしてめちゃめちゃ大変です。はい、かなりきついです。現状かなりきつい戦車となっています。はいね、まあこのね、別に IS-1 に限らず現在のね、高 BR 隊のソ連の戦車全般に言えるんですけども、もう環境的に本当にきついんですよ。そう、もうやっぱりね、パンター、タイガー、キングタイガーってね、もう途切れることなく出てくるでしょね。もうそういうね、戦車、猛獣戦車シリーズにね、もうどうしても対抗できないんですよ。まあ、というわけで、まあ、現状、まあ、高 BR 隊のね、ソ連の戦車は大変なんですけれども、まあ、その中でも、まあ、輪にかけて強い、まあ、輪にかけてちょっと大変かなっていうような戦車が、こちら IS-1 となっています。で、まあ、性能なんですけども、まず大砲なんですけれども、85ミリ砲です。はい。お、85ミリ砲、強いじゃんって思うかもしれないんですけど、あの、APH 弾しかないんですよ。そう。ウォーサンダーの方で暴れていた APHBC 弾がないんですね。単純な APHE 弾なんで、もうガンガン弾かれます。はい。もうパンター、タイガー、キングタイガーにね、もうガンガン弾かれてしまいます。ね、もう正面走行ほとんど抜けないんですよ。ね、パンターの砲塔正面ですね。砲塔正面のほっぺたの頂点とか、あとはワンチャンタイガーかな。タイガーの正面走行ですね。車体のね。まあそちらの角度が甘かったらギリギリ抜けるかなっていう感じなんですよ。ギリギリ抜けるかなっていう。ほんとそんなもんです。はい。なのでもうキングタイガー相手にはもう手も足も出ないんですよ。ね、大砲としてはね。で、次、装甲なんですけど、装甲はこんな感じでして、まあ、車体正面はね、まあいいんですよね。このあたりね、300ミリからまあ200ミリって、このあたりはね、300ミリか200ミリなんですよ。ただまあ、このあたりだと、まあ134ミリですか、ね。まあ、とは言ってもまあ、範囲はね、狭いから、まあ、範囲狭いから、まあまあまあって感じなんですけども、最大の問題がですね、砲塔です。砲塔のね、装甲が、はい、105ミリしかないです。やばい、やばい。砲塔正面が105ミリです。側面でも、この角度でもう200ミリちょいか、まあそんなもんですよね。この辺りだともう150ミリぐらいしかないんですよ。もうペラペラなんですよ。こんなに大きい砲塔のもう装甲がペラペラっていうのも問題なんですけれども、さらにですね、これね、X 線で見ると、はい、ここ、大きな弾薬ラックが2つもあるんですよ。そう、これ。ねえ、ということなので、この辺りのね、あの薄い装甲を抜かれたらもう弾薬ラックまで行かれちゃうんですよ、敵の砲弾にね。なのでもうほぼほぼワンパンです。そう、もう砲塔を抜かれたらほぼほぼワンパンだと思っていいと思います。もうそれくらいのどでかい弱点があるわけですよね、装甲でね。まあ、ということなので、もう大砲はもう効かないし、もう砲塔ビシバシ抜かれるしって感じですからね。まあ、本当に130ミリとかしかないから、もう4号戦車にも抜かれますからね。そう、4号戦車、4号パンター、キングタイガー、タイガーね、そのあたりもうビシバシ抜かれちゃうから、もうダメですね。もう打たれ弱いですね。まあ、ということなので、もう大砲も当てにならないし、装甲もちょっと厳しいしということで、やっぱり厳しいです IS-1 ね。まあ、ということなんで、まあ、正直ね、 IS-1 乗るくらいだったらこの T-34-85 の方がまだいいかなって思ってますね。大砲同じだし、あとこっちの方がね、足回り結構いいんですよね。IS-1 もね、前後の加速力はいいんだけど、やっぱり車体を回そうとするとエンジンがね、息ついちゃうんですよね。そのあたりちょっと厳しいかなって。まあ、ということなんで、本当に攻撃力はもう当てにならないし、防御力に関してももう本当に危険そのものだしみたいな、そういうところがあるんですね、この IS-1 ってね。はい、というわけでここからね、少し余談になってしまうんですけれども、この前のマイナーアップデートの方で、この戦車に関して少しね、変更された点がありますので、まあとりあえずそのあたりを、まあ、説明していきたいんですけれども、まず、大きくね、変更された点として、まずこちらですね、
ガンナー視点のこのスコープですね、スコープの演出面が少し変わりました。なんていうかね、ガラスガラスしているというか、なんかスコープスコープしているというかね、なんかそういうなんか演出面がね少し変わったんですよね。まあこれに関してはですね、結構フォーラムとかでもまあ賛否あるって感じかなね。なんか酔いやすくなったっていう人もいるんですけれどもね、あの臨場感が出るようになっていいっていう人もいるかな。まあ私個人としては別にね、この演出変更で特に酔いやすくなったっていうことはないかな。臨場感あっていいと思いますね。でもう一つの変更点が、こんな感じで車内にいる状態で一部のモジュールが修理可能になりました。まあこれに関してはですね、まだ私の方でねまだ確認はしてないんですけれども、まあできるようになるんだったらまあ便利になっていいかなと思いますね。まあそのあたりの変更があったよっていうような話でしょうかね。まあというわけで今回はねそんな感じで非常にいろいろとまあ大変な戦車である IS-1 の方に乗っていきたいと思います。はい、というわけで IS-1 今回使っていくんですけれども、 T34-100 早く来てくれー早く来てくれー、もう本当に今現状大変なんですよ。コービーアル隊のね、ソ連コービーアル隊の戦車乗りたちは T34-100 を心待ちに待っているね。本当大変なんですよ今ソ連の戦車乗りね。もうキングタイガーとかも珍しくないですからね。もうパンタータイガー、キングタイガーね、もう途切れることなく出てくる。現環境においてね、もう 85mm 砲はもうダメだということで T34-100 早く来てくれね。もうみんなが君を待っている、まあそういう環境ですね。しかしそういう環境でも負けず今回 IS-1 使ってきます。うーす、発砲音がするんだよな。多分戦車いますね、どっかに。あれか、あれだ、なんだ、全然なんだ。お、遺体は切ったんですけどね、なんだろう、ハンターか、タイガーじゃないことは確か。この辺やばい、キントラだっか、出す出す、ちょっとキントラは聞いてない、出す、逃げ切れたかな、ガーダメワンパンか、これですよ、これが現状です。はい、これが現状です。せめてね APHBC あったらね、まだパンターね対処できるんですよ、ね、だけどやっぱりこのゲームってね、戦車って砲弾選べないですからね、ウォーサンダーみたいに ね。だから APHB しかないから本当に厳しいんですよ。ウォーサンダーみたいにね砲弾の種類とかね、変えられるようになったらいいんですけどね。おっとっとっと、ちょっと拠点に入られてるでございますわよ。あれか、プレイ、ちょっと入られて、味方歩兵いないのがちょっと嫌だな。お味方歩兵来てくれ、あ、来てますね、よし。敵もやったっぽいかな、大丈夫そうですね、よしよしよし。まあというこんな感じだとね、どうしてもこの辺り離れられないんだよな。なんか今飛んでこなかったか、大丈夫か、やっぱ飛んできてるか、やばい、くそ、オーフェンロアやばい、オーフェンロアはよくない、ちょっと待って、やばい、来てるな、来てますね、ちょっと待ってみようか、よくない、よくないぞ、ちょっと砲弾のリロード長いな、くそ、2人やられただけでこんなに長くなってしまうものっていうのはちょっと嫌ですね。あと多分赤手打たれてるな、多分赤手打たれてるな、よくないよくないと、ちょっとこれは一回脱出した方がいいかな、本格的に脱出する案件ですかね、ちょっとよくないな、脱出脱出脱出か、ちょっと待ってみようか、大丈夫、しかし方針割られたけどなんとかなりましたね。ちょっとこれは一回下がりますか、いけいけ、なんとか下がる、よし、いった、オッケー、よし、なんとか来れた、よし、ふう、じゃあちょっと落ち着いて修理しますか。ボッコボコにやられましたね、いやーもういろんなところからいろんなものを撃たれましたね。やっぱりオーフェンローもな、やっぱりどうしても防げないですよ、オーフェンローはね、さすがにね、オーフェンローはのみならずパンツァーファーストもね、防げないですね、しょうがないですね、しょうがない、もうしょうがない、もうこんなに大きい砲塔だもんね。あ、
これちょっと中から直せるってやつでは。ちょっとこれ中から直してみますか。これ初めてやりますね。どうやったら直るんだ。あ、 T ボタンか。あ、これか、これですね。あ、これで自動で直るのか。なるほど、うん、これが新しいシステムですね。こんな感じで中にいる状態で直せるんですね。結構修理時間は早めですかね、うん、いいと思います。なるほど、こんな感じか。修理時間が本当にな、ね、短めっていうのはいいかもしれませんね。こりゃまた車線がめちゃくちゃ通るところですね。本当こういうところさ、マジキングタイガーとかパンターとか出てこられたらもう本当ソ連側の戦車何もできないんですけど、ちょっと勘弁してもらってねえ、ワンチャンな、あの課金車両ですか、課金車両のね SU100 買うのもありかもしれませんね。うーん、なんかいるな、あれ戦車じゃないか、違うか、どうだ、見えないな、ね、あれ戦車ですね。パンターか、パンター、いや結構角度きつい角度ついてるか、ちょっと難しい、難しいというか、あ、無理ですね、はいちょっと砲塔正面狙わないとまあ無理ですね。遠すぎるんだな。外したか。 D5T4 ですからね。ダメか、もう落ちました。 D5T4 なんでね、やっぱり命中精度もそこまであんまり良くないかも。弾かれまくりですね。砲塔正面外すか。あ、味方やってくれましたね。ナイスナイスナイス。もう一度待ったか。まあ、こんな感じでもうパンターね、正面走行向けられたらもうどうしようもないですね。砲塔正面ね、のほっぺたの頂点狙うしかないんですけども、D5T4 だとね、あんまり命中精度良くねえようなイメージがあるので、ね、まあ、ちょっと期待はできないかなって感じかな。あ、シュトゥンメルだ。はい、やった、オッケー。はい、オッケー。もう一度言いますね。何、パンツァーワーゲンか。ちょっと待って、ちょっと待ってみようか。こういうね、走行貫通できるんだったら強いんですよ。APHE だからね。ここです。はい、オッケー。はい、オッケー。ああいうね、軽車両だったらやれるんですよ。軽車両だったらやれるんですね。APHE だからね。しかし、パンタ、お前はダメだ。何かいるな。何かいますね。あれはなんだ、ワンチャン4号だな。はい、OK、やりました。4号戦車撃破、4号戦車は撃破できたんですけど、なんかいろいろ言うな。4号戦車だったらね、問題なく貫通はできるんですよ、ね、4号戦車だったらね。そう、ただ逆にね、本当に今コービーやる対4号戦車珍しいですからね。最低パンターみたいなところありますからね。ね、あとやっぱり砲塔正面だとね、やっぱりああいう4号でも抜かれますからね。おお、怖い怖い。誰か IS-1 に、 誰か愛の手を、愛の手を。何か抜かれたか。しかワンパンか。 IS-1 もね、 APHEBC があればね、まだいいんですけど、ちょっと待ってみようか。パンター発見。あっ、ゴーン。オッケー、やった。はい、なんだ、空だったか。空だったとはいえね、ハンター選手撃破やったぜ。やっぱり結構緊張しますね、パンターね。正面向けられたらもうおしまいですからね。だからどうしても発砲を躊躇してしまうところがありますね。ということなのでね、 APHEBC ください、ね、やっぱりね、使っててね、 IS-1 乗ってて思うんですけど、やっぱりね、T34-85 でいいと思う、ね、さすがに SU76 じゃなくていいんですけど、じゃあ SU85 じゃなくていいんですけど、さすがに、ね、T34-85 の方がね、足回りいいからね、まあ、そっちの方でお得かなって思ってしまいますよ、ね、どうしてもね。なんかあれは違う、あれだ、あれそうだな、なんだあれは、この、あ、抜けるか、抜けるっぽいな。ちょっと待って、バカ、ちょっと後ろからつ、あ、やりました、シュトゥンメルか、オッケー。
ちょっと狙ってる最中に後ろから追突するの禁止ですよ。おお、ここで危ねえ危ねえ。 IS 版としてのね魅力を考えるんだったら、まあ4号戦車に若干強いですよっていうくらいだからね。そのあたり浮かしてゴリ押ししていきたいんですが、何かいるか、見えないですね。橋の上じゃないっぽいな。さて、そうですね、いやこっからな、顔出すの、ここのストレートだ、顔出すの怖いんだよな。何赤点なんですか、ちょっと待って、何かいる。さてその赤点は一体なんだ、多分4号であってくれ。4号だったら辛うじて勝てる可能性がワンチャンないわけでもないんだ。多分4号でやってくれ。4号ワンチャン2号でいいよ。2号戦車でやってくれ。金トラだ、クソ金トラか、そこ金トラか。方針割りたいところ、ダメか、当たり判定すらね。ちょっと待って、方針割るのが一番いいんだが、オッケーです、いいですよ、ここ通るんじゃない、オッケーやったー、よし、キングタイガー撃破、オッケー、今のは運が良かったですね。あと味方の援護があったからかな。よし、ナイスですよ味方、キングタイガー撃破。おお、なかなかの大金星なのでは、やりました。ちょっと誰か赤点映してくんないかな。いやー、いるよな、くそ、いたか。そしてワンパンか、やっぱり砲塔抜かれるとやっぱりどうしても弾薬庫いっちゃいますよね。ほうほっ、はい、 OK、 よし、いいですね。まだいたか、でも勝ちましたね。よし、はい、勝ちました。というわけで今回はソ連軍の IS-1 の方を使いました。まあ見ての通りですよ、やっぱりきついですね。まあそうですね、やっぱり 85mm 砲かな、せめてねこれがね、もうちょっとね対戦車戦で活躍できるんだったらまだしもね、 85mmAPHE だと本当パンタータイガーキングタイガー相手に本当に何もできないんですよね。運よく側面取ったりみたいなことしないとね。そうだからやっぱり現状きついです。でそれにもう輪にかけてね、もう砲塔抜かれるともうワンパンコースっていう形になっちゃうからね。だからやっぱり IS-1 使う理由っていうのがやっぱりそこまでないんですよね。T-34-85 の方が足回りいいからね、側面取りやすいっていう利点があるからね、そっちの方でいいかなってなっちゃうかなね。まあということなんで、もう現状もうコービーR隊のねソ連の戦車といったらまあ IS-2 ですね。IS-2 の 122mm 砲だったらねパンタやれるからね。まあそれに乗る、もしくは T-34-100 早く来てくれって感じかな。ね、まあというわけで今回はソ連軍の IS-1 の方に乗ったわけなんですけれども、まあストレス耐性が高い方はまあぜひ乗って見てください。はい、というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは四季島でした。